やあ、古木友よ。調子はどうだい？君の企みを彼が見抜いたからこそ、やっと僕を追い出してくれたのかな。企み？僕が冗談半分で彼にこっそり僕の代わりに天命の主教になってほしいと言ったことかい？冗談はやめてくれ、我が古き友よ。彼はケビン・カスラナだ。彼が君の進化を知らないと思うのかい？君の中には彼がこの世界の1500年を理解するために必要な知識が全て詰まっている。僕がいなくなった後、君の持つ知識を得たヨルムンガンドがこの世界をどのように蹂躙するか心配でたまらないよ。ほら、考えてみたまえ。僕の計画を客観視すると、崩壊エネルギーを消耗させたからこそ、虚数侵入が降臨することがなかったのさ。ふん。君が本当にこの世界を良くしたいと思っているなら、60年前に天命の主教の座を降りるべきだった。残念なことに、この世代の第一律者は、君の中の彼の順位は、永遠に成長しないクローンの子供よりも低い。でも、君も人類のために戦う第一律者だろう？僕がいなくなった後、君がテレサをサポートするというのはどうだい？やめてくれ。この500年で君の見た目と雰囲気はすっかり僕に染みついている。本当に彼女たちが僕と協力すると思うかい？僕の言うことを聞くとでも？
思わないさ。どうせ君も本当の意味で彼女たちを思いやることはない。そうだろう？そうさ。僕はただ人類という概念に奉仕する。そうなると僕とヨルムンガンドの人たちは似ているではないか。もしかしたらそうかもしれないね。でもケビン・カスラナだけは違う。だからこそ彼は君を解放し、君が僕の計画を手伝うのを黙認した。確かにそうだ。彼は積極的に僕を放り出した。もしかしたら本当に僕にはもう利用価値がないのかもしれないが、しかしこれは本当に彼にとって良いことなのだろうか。単純な話さ。なぜなら彼は僕を羨ましがっているから、僕を手伝おうと思ったのさ。どちらかというと僕の方が彼を羨んでいるけどね。え？前に会った時彼がどれだけ君を軽蔑していたのか忘れてしまったのかい？服従か破滅か選べ。君が彼を羨ましいと思うのは理解できるけど、彼がどうして君を羨む必要があるんだ？違う違うよ、国番将。君は完全に誤解しているようだね。僕たちの間の戦争に力は関係していない。ただ僕が彼のできないことをできるだけで。でも彼らは5万年前に僕がもう永遠にできないことをやり遂げた。その謎々をやめてくれないかい？一体何を指しているんだ？慌てない、慌てないでくれ、我が古き友よ。今から5万年前に戻ることが不可能なのは理解しているよね。しかし5万年前、あの技術が現在よりもさらに進んでいた時代。彼は今の僕とは違う選択をした。そうでなければ彼と僕は同時にこの世界に存在していなかっただろう。
さか彼が実は自分の命をとても大事にしているということかい？そうじゃない、全く逆だよ。虚空板書、間違いなくあの男は自分のことを少しも顧みない。だから、彼は僕を羨み、僕はそれよりももっと彼を羨ましいと思っているんだよ。